ラジオネームマタナメエンターテイメント灘草草の長澤まさみがニーニーって言ってるのを聞くとニヤニヤしちゃう。はあ、ニーニーっつってんの？沖縄のあれなんだろうね。ニーニー。灘草草。ニーニーって言ってんだ。うん、長澤まさみ断られたらしいよ。何が？あ、このラジオ。うん。うん、まあ、それこそ驚かない、ね。当然じゃんって感じ、ね。妻吹き長さん、ええ。スケジュールの問題だって。まあ、そういう言うよ、そりゃ。そんなの普通に、いや、そんな深夜の爆笑問題のラジオなんか出れませんよ、とは言わないよ。オールスター感謝祭見た？見てねえ。長澤まさみガンガン抜きまくっててさ。はい、そりゃそうだろう、ね。それがドアップなんだよ。うん、スケベなんだよ、ここの TBS。スケベなんすか？スケベなんすか？の映し方が。あ、そうなんすか？いやらしいんだ、長澤まさみ。ものすごいアップで。ええ、なんか、かわいいなーって思ってる感じが伝わってくんだよ。TBS のあのカメラさんとかこうみんな上から下からもうみんな、かわいいな長澤まさみって感じなの。俺 TBS って昔からそれ感じる。そうなの？うん。あ、そう。すっごいかわいい女の子のね、あのカメラの抜き方がね、スケベっぽいんだよね。TBS って。あ、そう。はぁ。ほんとね、それ感じるの。気持ち悪いね、ちょっと。TBS。なんだそれ。あの、小林麻耶とかね、出てる番組だったりすると、うんうん、フレームで、あの、なんつうんだっけ。あ、ワイプね。ワイプで抜くでしょ。その時に、他のアイドルは結構出てても、うん、小林麻耶のこうアップがね、多いんだやったら、ワイプが。あ、そう。もうね、ちょっとね、心配になるぐらい。心配になるぐらい他の事務所文句言わないのかなっていうぐらい。あ、そう。小林麻耶ばっかり抜くんで。あ、そうなの？相当 TBS は小林麻耶好きなんだ。思うんだよね。あ、そう。うん。あ、そこわかんねえな。うん。ああいうのたまにね、こう、スタッフの男の連中の、うん、なんか気持ち悪い部分を感じるときあるね。あ、そうですか。俺なんか。え、サンジャポもほら、よくワイプ抜くじゃないですか。うん。そんなに青木優子さんで、青木とかそういう扱いじゃないの。ねえ。うん。別に。で、逆に他局の、うん、あの、可愛いアナウンサーとかだと、喜んで抜いちゃったりするんだよね。たまに出るときあるじゃん、そういうの。ただ、あやぱんが、こう、なんか、二十何時間で出たとかに、可愛いなと思って、そればっかり映すとかね、うん、そういうときあるんだよ。あ、そうですか。うん、それでね、あとね、なんだっけ、ウッチがやってる番組だね。夜中のあの、ゆうかとウッチとやってる。ああ、はいはい、グータン？グータン、グータン。うんうん、グータン。うん、グータンの気持ち悪さって、うん、女3人で話してるときに、うんうん、なんか変なことを、うん、例えば優香がなんかちょっとぼーっとしてたりすると、うんうんうん、なんか、それはなんとかですよって、テロップが出るときの、その、うんうん、なんかその口調が、ものすごく、すごく可愛いねって思ってる男の感想みたいなのが出てる。気持ち悪いんだ、あれ。あれ、なんとかなんねえかな、あれ。あ、そう、うん。女の子って可愛いなって感じのね、男が描いてるなって感じすんだよね。ああ、なるほど。ちょっとこうオタクっぽい感じ。オタクっぽいね。っていうかね、可愛いっていうツッコミが入るんだよね。あれ気持ち悪い時なんだ。だけど、お前ほんとよくテレビ見てますよね。見てる。テレビっ子だね。